日本とドミニカ国の関係では、日本とドミニカ国の関係について一説する。1978年11月3日ドミニカ国はイギリスから独立し、それと同時に日本は同国を承認。同年12月11日に外交関係が樹立した。1981年4月より、日本大使館は在取りニダードトバゴ、日本国大使館が剣活し、 交流の進化に伴って2016年5月には初代在庫増命予想領事にクールズラ・ティークが任命された。ドミニカ国は中日大使館未設置で領事館も置かれていない。独立以来、ドミニカ国はたびたび大型ハリケーンに襲われており、その度に日本はドミニカ国に緊急支援を実施している。1989年9月にはハリケーンヒューゴの襲来で日本は ドミニカ国政府に対し5万ドルの緊急無償資金協力を実施。1995年にはハリケーン・ルイスの襲来でカリブ共同体を通じ被害を受けた隣国も合わせて総額15万ドルの緊急無償資金協力を実施。また2015年8月にはトロピカルストーム・エリカの襲来で日本はドミニカ政府に対し緊急援助物資や 無償資金協力を供与している。地理的に離れており、また歴史的にもつながりが浅いこともあって、日本との外交関係はさほど緊密ではない。ドミニカ国は安定した新米、新英の外交路線を維持しつつ、カリブ共同体、カリブ諸国連合、東カリブ諸国機構の加盟国として、隣国との関係を重視。 さらには2004年には台湾と断交し新たに中国と国交を結ぶなど新興大国との関係も深めつつある。両国間の要人往来としては日本からは大臣級の訪問はない。一方でドミニカ国側は1990年11月の平成の即位の例に際して当時ドミニカ国大統領であったクラレンス製ノーレットが初訪日。それ以降は 1992年にドミニカ国初の女性首相であったユージェニア・チャールズが非公式に訪日したことを皮切りに歴代首相が日本を訪問。それに伴ういくつかの会談、混乱を通じて捕鯨問題を含む水産分野等における協力や安保理改革における協力関係が確認されている。両国は経済援助でも結びつきを保っており、 日本は2016年までにドミニカ国に対し累計80億円以上の援助を実施している。日本はフランスやアメリカ合衆国をしのいでドミニカ国にとって最大の開発援助国となっている。主要な援助としては2015年首都ロゾー及びマリゴットの2カ所の水産センター及び漁港が日本の支援で整備され機材の交換や技術提供も行われた。 なお、これら施設は2017年にプエルトリッコとドミニカ国を襲ったハリケーンマリアによって屋根などが一部破壊されてしまったが、その修繕のため再び日本が援助を行っている。その他、ドミニカ国第二の都市ポーツマスにおける水産センターの整備、災害復興関連機材の提供、気候変動対策支援なども行われている。貿易では、 2018年のドミニカ国の対日輸出は7875億円であった。一方、輸入は9億円とドミニカ国の大幅赤字である。主要な輸出品目は衣類や履物、そしてカカオ豆である。2018年、日本はドミニカ国から7トンのカカオを輸入した。一方、ドミニカ国が日本から輸入している主要な品は自動車である。 ありがとうございます。